質問とは、はい、野球の質問。はい、野球の質問です。下柳の柳に風。ブルペン部分があるじゃないですか。この練習するところが、この球場から見えるところと内側に入ってるところがあるじゃないですか、うんうん、それどっちの方がやりやすいですか？内側の方がやりやすいんですか？だってね、昔ね、平和台球場っていうのがあってね、はい、遺跡が出て取り壊されたんだけど、ちょっと変わった作りやったんよ、はい、でブルペンがね、外にあってスタンドからこう覗けるんよ、こう中が中途半端 な中なんよ。で上からビール降ってきよったからねビラビラって、あの生ビールのやつあるやん、バーンって投げられて、一緒にコップもバーン投げられる、ブルペンのとことか。それはルール的に OK なんですか？球場ルール的にはもうダメやし、人としてもダメやろそうです。で昔はあの岡山のマスカットスタジアムも外にあるのね。一回ジェフもビールかけられて切れてたもん、上向いて放送禁止をガーって言ってたもんだからやっぱりね、中でやってる方が気持ちの持っていき方はできるんだけど、あと春先とか寒い時あるやん、はい、あの時は室内であったかいところで投球してパッて外に出て行った時に、お寒って思ったらダメ。もうそこでも自分の感覚が変わっちゃうから、その時は本当にうまくあの5球で調整しないと最初の出だしのピッチングが難しくなってくる。だから環境的には本当に外にあってお客さんが静かだったらいいんだけど、結構中にいると、だから神宮とかリリーフのやりづらいと思うよ。ブルペンが中にあろうが外にあろうが、マウンドと傾斜を変えてたり、ビジターの方がね、わざと感覚を鈍らせるようにしてるよ。いいえ、そんなことまでしてるよ。昔の市民球場なんかホームベースあっちゃうのよ、向きが違うね。マウンドのプレートがこう置いてあって正面に立ったら、普通ここ正面にベースあるやん、はい、広島市民球場こっちにあんねん。なんでやろ、なんでですかそれは。だから俺途中から試合前の時に、市民球場って外にもう一個あったのね、ブルペンが、はい、外にあって、その外が綺麗に合ってたんよ。だから先発の時はもうそこの外で やるようにして。やじうるさいけどね。だって今時の野球場ってすんごい雰囲気いいやん。日本ハムとかが3ボールになったら、こうファンがこう拍手して頑張れって、最近どこの球場でもやるやん。おすごいなと思って。いいことよ。そうですよね、うん、この選手を後押しできるこの拍手とかファンの雰囲気とかがすごい良くて、この球場でしか感じられないその感じ、すると一体感みたいなのね。で俺も思ったよね、4万3000ぐらい入ってさ、アルプスの一番上で見たってさ、分からんやん。確かに全然すごいちっちゃくて、あの場の雰囲気で一緒にいたいのよ。それはテレビで見てビール飲んでる方が見やすいんだけど、うん、だからあそこのライブで一緒にいるっていうあの感覚を味わいたいっていう気持ちは最近よく分かるようになってきた。このファンがこの拍手してるとか、この声出して応援してるのって、うん、選手って聞こえてるんですか？聞こえてる時もあるし、聞こえない時もある。もうピンチになってこばってなったら何にも分からん。でもね、昔ね、奄美大島の友達がいて、俺が最後に完封した時かな、カープ戦で 1-0 で完封で勝った時なんやけど、友達たまたま応援来てたんよ、うん、で5回終わってチェンジになりましたって言ったら、普通しもとかしもさんって頑張れとか言うやん。分かるやろ、奄美とか沖縄の独特のあのイントネーション、はい、下さん下さんっていうやつがおったんよ。このイントネーションを持ってパッて見たら、やっぱ奄美大島のやつやったんよイントネーションがまんま懐かしい。だからそのイントネーションの違いが分かるぐらい冷静な時は聞こえるちゃんとでも興奮してこうピンチとかになってる時はもう何にも聞こえない。それでもファンはやっぱずっとやってて、うん、でほらパリーグのやあの阪神のヤジがひどいならどうのこうのって言うやん、はい、あんだけ大勢から言われたら分からんもんパリーグは点で言ってくるからね、クッパって昔のパリーグはもう点でぐさって刺さるようなことバーってもう誰か分かんねえんだろ、こいつや
いつやってこうチェンジの時にこう睨みながらくさーっと思いながらこう帰ってくる天やからだって数えられるんやから内野とか昔のオリックスなんてグリーンスタジアム今のもっともっと神戸のグランドがホームグランドでねオリックスでイチローがいなくなりましたってなったらはい開門しました警備員しか立ってないんだからおい開門したんちゃうんかいったら警備員しか立ってないんだよ試合開始直前まで今日何人来とるとか言ってこうやってみんなで数えたりするんだけどでも本当に数えれるくらいの人数うんだってうちのマネージャーなんて友達と一緒に神戸グリーンスタジアム来た時ブルペン外やんそこあそうです、ね、はいでこうやって投げながら今日晩飯何食うって喋ってたからじゃあ試合終わったらもうホテルの前にどこどこで待っとけって言いながらキャッチボールするの今ではちょっと考えられないもうありえないありえないもう点だよパリーグは点名指しでズキャンってくるから名指しも怖いですよねでなんかね二軍の時なんか近鉄の昔は藤井寺球場をやったんやけど、はい、藤井寺球場に名物のおっさんが一人おったんよ絶対バックネット裏におるはいだから「ああ下柳お前昨日何時まで飲んどったやろ」って投げとんだよなんで知っとんねんこのおっさん合ってるんですか合ってるんよ合ってるんよえそうかどこから情報仕入れるんか知らんけど「お前南で何時まで飲みやがって」って当たってるなんで知っとんやこのおっさんと思ってるおっさんもいたよそのパリーはそれぐらいのファンも個性的やったでも今は全然もうみんな優しいやんかなんかたまにこの小学生の子とかがこの応援してるんですけど、うん、この選手の名前をすごい呼び捨てにしてる人、うん、子がいてなんかすごい気になるんですよそれがさんって言え選手を呼べ目上の人じゃん、うん、あのねやっぱりねテレビで見る人はねそうなっちゃうやっぱり日ハムにいる時に落合さんがこうバッて来たんや落合さんが入ってきた時のキャンプに俺も思わず言ったもんあ落合やさんでしたみたいなそこが気になりすぎて試合が集中できなくてまだいいよ藤井寺のね昔の近鉄線なんてさ客もいないしこうブルペンが、まあ、中にあるんだけど、うんちょっとラッキーゾーンみたいなところでこう試合経過を見ながら用意したりするわけよね当時モニターなかったからこう試合見ながらこうってあそろそろ順番やぞみたいな感じになった時にパーってくも見てるところ帰ろうと思ったら子供がサインしたれやって言うやん何様やって言いたくなります本当にサインしたれやボケって言うてくんねん口悪で裏にちょっと選手が休むところがねちょっと目隠ししたところがあるんだけど上と下が空いてんのよでそこからこう色紙持ってきてサインしたれや何したれやボケって言うてくるんでたまにコップの冷たい水を上からピュッてかけとなんで昔のパリーグです想像つかない過去がパリーグにだから今はじゃもう暖かく来ないなって、うん、だからオリックスもあのパレードの時あんなに人いっぱい来て本当オリックス頑張ってんなと、うん、織姫とかなんとかさいろいろやってあの閑散とした球場が心配したのよ日本シリーズの時も京セラドームでやるけど絶対阪神の方が多いわと思ってたら五分五分やったもんね、うん、私も最初この京セラで始まって、うん、阪神甲子園球場でやってその後京セラに帰ってきたじゃないですか、うん、その時にあきっと阪神の人多いんだろうなって思ってたらオリックスファンが思ってた以上に入ってて、うん、熱かったよね嬉しかったですいやびっくりしたあオリックスファンこんなに増えたんだと思って頑張ってるないろいろやってるもんね斬新なことファッションショーみたいなこともやったりさ、はい、やってでしかしまた男前が多いんだオリックスが多いです ねオリメンランキングとかで、ね、投票羨ましいぐらい男前が多いんだわ、まあ、阪神も負けてはいないんだろうけど、うん、オリックスと、まあ、昔のパリーグ顔じゃないあお兄ちゃんどっちかって言ったパリーグ顔やわパリーグ顔ですかあちょっとあの朴訥な感じねあでも最近ちょっと垢抜けてきてるからな